どうも、AV 男優のしみけんです。やっと東京オリンピックのコンドームがいただけました。ありがとうございます。4社がそれぞれ作ったっていうことで、ジェクスさん、岡本さんはこれ、お城だったり、お寿司だったり、扇子だったりって、いろんな柄があるそうです。で、こちらが相模さんですね。で、富士ラテックスさんの4社で作られたということで、さあどうなっているのか。幸福って書いてあるこの相模さんは、あ、こういうゴムですね。ベーシックなゴムを持ってきております。で、富士ラテックスさんはこれビニールに入ってます。ビニールで個別舗装をして、こっちが男性側、こっちが女性側ってことなのかな。岡本さんは、ははー、まあこうなってます。あ、これは今僕初めて開けたんだけども、 HIV とヘルペスウイルスに効果が期待されているジェルが塗られてるやつですね。さすがです。ジェクスさんは、あー、やっぱりあれだ、ステルスゼリーがついている、装着感が限りなくゼロってやつのね。しかもラージサイズですね。ゾーンだ。やっぱり各社自信作を持ってきてますね。使用感などは近々 YouTube でアップしたいと思いますので、ぜひお楽しみください。お待ちください。それでは取り急ぎご報告まで。やってんだみたいな。あれもう、ね、回してる。記憶がなくなりました。